私は関西大学社会学部社会学科メディア専攻先輩チューターのポンマルです。自分の本音に従った大学選択、学びたい学問を深めるためにをテーマに、なぜ私が関西大学を第一志望に決定したかを説明していきます。本日はよろしくお願いします。出身高校は大阪府の公立高校の普通科に通っていました。得意科目は日本史と英語で、苦手科目は現代文と数学でした。部活は吹奏楽部で、ほぼ毎日練習に打ち込んでいました。まずはこの講演を通じて、皆さんに一番お伝えしたい志望大学決定ポイントをお伝えします。それは、大学に行く目的と大学選択のこだわりポイントを明確にしようということです。大学に行く目的は一人一人違っていて、自分だけの目的、こだわりポイントをはっきりとする必要があるからです。私の場合は大学に行く目的は、興味のある学問について知識を深めながら、将来やりたいことを見つけて仕事に生かすということ。それを実現するための大学選択のこだわりポイントとしてあったのが、学びたいことが学べること、明るく多様性のある雰囲気であること、単管同率以上の学力レベルを目指すことでした。その基準に最も合っているのが、関西大学社会学部メディア専攻だったのです。では、具体的な志望大学決定プロセスについてお話しします。まず、高校2年生の頃にラジオ番組を聞くことにハマっていたことをきっかけに、メディアのそれぞれの特徴だったり、情報の伝え方、受け取り方について知りたいと強く思うようになりました。ここで学びたい学問、学部を決定しました。次に、高校3年生の夏に参加したオープンキャンパスで、本格的なカメラやスタジオセットを見学させていただいて、こう体験的に情報の伝え方を学習できることに魅力を感じました。さらに、学部のブースで、先輩方が気さつくに話しかけてくださったり、明るく元気いっぱいの校風をこう肌で感じることができて、こう関西大学社会学部を第一志望に決定をいたしました。続いて、関西大学について紹介をさせていただきます。関西大学は全13学部からなる私立大学です。総合大学であるため、分離を問わず様々な分野を学ぶ学生とこう知り合うことができて、こう視野を広げることができます。また、キャンパスは大阪に4カ所あります。メインキャンパスの千里眼キャンパスを中心に、高槻キャンパス、高槻ミューズキャンパス、境キャンパスがあります。関西大学の一番の魅力は、関大には人がいるというキャッチコピーにもある通り、学生の多様性です。学部在学生が、学部在、在学、あ、学部在籍学生数が16,298 人の日本でも有数のマンモス大学と言われています。学生数が多いことで、様々な学生と出会い、刺激を受けることができます。実際私はアナウンサーになられた先輩だったり、さらには外国人の留学生とも友達になることができました。また確実に自分の気の合う友達を見つけることもできます。私も大学で趣味を共有し、悩みを打ち明けることができる親友と呼べる友達ができました。また OB、OG の先輩方も多くいらっしゃって、就職活動の助けになってくれるのも魅力の一つです。大学に蓄積されている就職のデータも豊富だし、OB、OG 訪問もしやすいです。入社してから大学の先輩が企業にいらっしゃるというのは心強いというふうに社会人の先輩方がおっしゃっていました。続いて私の在籍する社会学部についてご紹介します。社会学部には社会学専攻、心理学専攻、社会システムデザイン専攻、メディア専攻の4つの学部があります。専攻は入学時に決まっていて、1年生から自分の専門分野について極めることができます。中でも私はメディア専攻に所属をしています。
メディア専攻の最大の自慢ポイントは実習が豊富だということです。 CM やミュージックビデオ、ドキュメンタリー作品で作ることができる映像実習だったり、インタビュー記事を作成する文章応用実習、社会調査、データ分析を行う実習など、とにかく幅広く様々な実習が用意されています。現場経験のある先輩方から学ぶことが、先生方から学ぶことができる上、本格的な撮影機材、スタジオも使用することができます。実際私は CM 制作実習、文章応用実習、社会調査実習を履修していました。映像実習では市のコンテストに作品が優勝し、G20 大阪サミットで講演を行わせていただくこともありました。さまざまな実習を通じて、メディアリテラシーだったり、情報を伝える力、表現力、チームワークを学ぶことができました。これは他では味わうことのできない、関西大学のメディア専攻だからこそ経験できたことだと思っています。ではここで、課外活動についてもご紹介します。私は放送研究会に所属をしていました。メインの活動内容は、昼休みに学内で放送するラジオ番組の制作です。また、学祭などのイベントの司会であったり、番組発表会なども行います。夏と冬には、メンバー同士で親交を深めるために、みんなで合宿に行っています。おすすめのポイントは、ラジオ番組を作るための本格的な機材だったり、環境が整っていること。仲間と一つ一つの作品を作る楽しさを味わえること、チームワークや話す力を身につけることができることです。私にとって大学は、学びたい学問を深めたり、将来なりたい職業について学んだり、現在、未来のやりたいことを実現できる場所だと捉えています。実際に実習を通じて、メディアの基礎的なスキルを身につけることができたり、そこから自己理解にもつなげることができました。なので皆さんも自分だけの本音に従って、より自分の夢や目標を実現できる場所はどこなのかという視点から大学を選んでみてください。きっと実りある4年間を過ごすことができるはずです。最後までご視聴いただきありがとうございました。